酷なホームレス生活を体験できるゲームの実況。ハッチマルよ。今回はこの、チェンジで遊んでいくよ。このゲームは現在早期アクセス中の、ホームレスシミュレーター。評価は好評で、お値段1010円。我々の家であるお饅頭の箱が捨てられてしまった場合を想定して、このゲームでホームレス生活を体験してみよう。このゲームは軍隊帰りの若者が、民間の仕事に就くことに失敗したことから始まる。退役軍人が PTSD でホームレスになることは、結構あることらしいな。話の背景はランダムで決定されるよ。このゲームの最終目標は、仕事を得て家を借りること。だけれどもそう簡単に仕事は手に入らない。世の中世知辛いんだぜ。それでは始めていこうか。主人公はいきなり寒空の下にほっぽり出される。食なし、家なし、家族なし。あるのは1丁羅とポケットの中の5ポンドだけ。日本円で750円くらいだね。どうしようかと途方に暮れていると、一人のホームレスが話しかけてくる。彼はチュートリアル要員だよ。お店で食料を購入できること、その他の食料入手方法があることを教えてもらえる。夜になる前に宿を見つけること。一日は21時に終わるので、それまでにシェルターやベンチを見つけないといけない。お金を稼ぐには物乞い。職につければもっといいんだが、ただのホームレスを雇ってくれるかどうか。あとは警察に気をつけよう。物乞い中に見つかったら、他の場所に連行されるか牢屋行き。右上のカバンのアイコンはインベントリ。インベントリ画面で確認できるのは、持ち物、パーク、学力、犯罪度、仲間のホームレスからの評判。まあこの辺の細かいところは置いておいて、実際にゲームをやっていこうじゃないか。それでは簡単な操作説明。すべての操作はマウスで行えるよ。移動に関しては AD でもか。早速物乞いしたところを警察に見つかっちゃったね。今回はなんとか見逃してもらえたみたい。まず最初にゴミを漁ることから始めるよ。最初は物乞いとゴミ拾いが唯一の現金収入。ゴミを拾いながらパラメーターの説明をしようか。と思ったんだが、21時になってしまった。21時になると1日が終わる。今日は寝床の確保ができていなかったので、野宿ってことになるぜ。車のライトで遮られる暗闇で一夜を過ごす。本当のホームレスになった実感。以前の自分の苦い教習の夢を見る。切ないぜ。それではゴミ拾いをしながら、パラメーターの説明をしておこうか。一番上の左から、満腹度、幸福度、清潔度。満腹度が尽きると病気になるよ。幸福度が尽きるとゲームオーバー。清潔度は周りの人間の反応に関わってくる。幸福度を例にしないように生き延びないとな。そしてさっきのが最終目標の家？仕事と300ポンドを集めるのが目標ってことだぜ。300ポンドくらいなら軽い軽い。そう思っていたんだけどな。物乞いは無視され、ゴミ拾いで得られるお金は微々たるもの。生きていく上でお腹は減るし、食料を買わないといけない。そのためかなりシビアなバランスになっているんだよね。襲い来る寒さと病気も注意しないといけない。ゴミ箱を漁っても臭くなるだけで何もなし。ホームレス生活は前途多難だな。それでは集めたゴミを売ってみるよ。20個集めて 1.6 ポンド。1日の収入は多くても3ポンドくらいだろうか。問題は食料の支出だな。警官の前で誤爆して物乞いしちゃった。移動はキーボードでやった方がいいな。そして私たちは別のエリアに連れて行かれたのだった。このゲームのマップは自動生成みたい。運にも左右されそうだね。そしてここでホームレス用のシェルターを発見。休めるのは16時半から。また20時以降は利用できない。この間に訪れないとね。それではお店に入ってみよう。サンドイッチが 2.99 ポンド。妥当なお値段のはずなんだが、40しか空腹が回復しない。こいつは辛い生活になりそうだね。あとはビールが幸福度アップ。グローブは 50% でゴミ箱あさりで汚れなくなるみたい。それではビールを買ってみよう。幸福度が回復したな。お金が足りない場合は盗むこともできるみたい。とりあえずサンドイッチ食べちゃおうぜ。
これで昨日と今日の儲けは吹き飛んだね。あとはグローブか。すいませんでした。盗みがバレたけど見逃してもらえたみたい。それでも今日はおとなしくしとかなければいけないってさ。今日一日はお店を利用できなくなったよ。何やら視界が。アルコールを摂取するとこうなるみたい。状態に関する情報はここに表示されるぜ。そして気づけば清潔度が0に。こうなると利用できない施設も出てくる。なんとか体を洗いたいね。お金を稼がないといけないんだが、どうやらこれ以上ガラクタを持ち運べないみたい。ガラクタは最大で21個まで持ち運べる。リサイクルショップを見つけて換金しないと。これがなかなか見つからない時があるんだよね。最初は店から離れない方がいいのかもな。そしてこちらが病院。4ポンドで治療してもらえるけど、それすらも払うのが難しい。それでは今日はシェルターに泊まろうか。シェルターではいろんなイベントが行われていることがある。今回は炊き出しだね。あとは服の配布イベントとか就職支援とかかな。それでは今日はもう眠ってしまおう。シェルターに泊まると少し空腹度が回復する。炊き出しは飢餓状態でないと受けられないのかな?とかいろいろと考えていたんだけど、どうやらバグが発動したみたい。通常は一日の終わりにちょっとしたお話があって、朝までカットされるんだぜ。まだ早期アクセスだからね。それではトイレで体を洗おう。他にも街中にある水道でも洗うことができるよ。トイレはそれプラス天候からの一時避難所って感じ。結構すぐに汚れてしまうので、こまめに利用したい施設だね。貧困から抜け出す唯一の方法、それはやっぱり教育なんじゃないだろうか。図書館では勉強することができる。しかし高い清潔度がないと利用不可。実際に勉強してみよう。しかしながら集中できなかったみたいで、学習度は1しか上がらなかった。安定した収入を手に入れるためには、就職しないといけない。そして就職するためには高い学習度が必要。その日の上をしのぎながら、学習していくことが重要になってくるよ。それでは今日もシェルターに避難しよう。飢餓状態だったから少しの食事でもありがたいよ。一日の終わりにはイベントが発生することもある。今回は街の喧騒で眠れなかったけど、なんとか眠ることができましたって話だね。このイベント群が結構考えさせられるんだぜ。日本語もあったらいいのにね。そして今日は寒波が到来したみたい。この寒波が結構な問題。外で寝ると病気になってしまうしな。おまけに幸福度の低下が加速するよ。こんな日はあったかい部屋でココアでも飲んでいたいんだが、そんな贅沢は許されない。凍え死ぬか飢え死ぬか、このギリギリの状況を脱出するために、少しの合間を縫って勉強していくよ。食べられるものなら何でも食べる。たとえそれがゴミ箱の中のサンドイッチだとしても。そしてお腹を壊してしまうのであった。病気になると空腹度が早く減少していくぜ。そして本日は寝床を見つけられず、野宿する羽目になったよ。本日見た夢は昔のこと、家族や友人や仕事、街行く他の人と同じだった時のこと、随分と昔のことのようだ。そしてそれは記憶ではなくだんだんと夢のように感じられた。しかし私たちは目覚めてしまった。夢は終わったのだ。悲しいなぁ。お金もないし仕事をしないと。ここで雇ってもらえないだろうか。しかしどうやら学習度が10必要みたい。成功率が0なら新聞を売ることもできないね。幸福度が下がってきたし今のうちになんとかしないと。シェルターで寝て起きるとパークを取得。獲得条件がよくわからないんだぜ。このストリートの知識というパークは、物乞いの成功確率が上がるみたいだね。おそらくパーク獲得は対応した行動を、一定回数こなす必要があるんじゃないだろうか。そして幸福度が危険水域に突入しました。やっぱり雪の日はトイレでおとなしくしておくべきなのか?そして訪れる限界。もうこれ以上ホームレス生活は続けられないってさ。手元にあるのはわずかばかりのコイン。
まだ全てを失ったわけではないが、希望を失ってしまってはどうすることもできない。残りの人生を路上で過ごしましたとさ。まだ紹介しきれていない部分もあるけど、これは、シックスティセカンズのように、ちょっとずつ生存日数を増やしていくゲームだな。やるたびにちょっとずつ日数が伸びるのが面白いね。まだ早期アクセスもいいとこなので、バグやら未実装の部分があるけど、ポテンシャルは感じるゲーム。イベントをもっと増やしてくれたら嬉しいね。この経験値システムも説明が欲しいところ。もし気になったらウィッシュリストに入れとくのもいいかもね。それでは我々はもう一回トライするので、この動画はここまで。